こんにちは、速解塾のここです。戦争もない平和な日本で、人がね、なぜ死ななければならないのか。しかも人に殺されたわけではなくて、もう生きる希望を失ってね、自ら命を絶ってしまう。今年10月は20代女性、40代女性の自殺率が倍近くになったそうなんですよ。これ何ともならなかったんですかね。例えば定額給付金、もうちょっと希望を与えられてあげなかったのかなと思っちゃいますね。私はね、その今自民党政権がもう一体どこへ向かうのか非常に不安なんですよ。確かに評価できるところとか、よく頑張ってるところっていうのはね、こう言ったらまた偉そうですけども、たくさんあると思うんですけども、でも肝心な国民の生命と財産を守れなくて、何のためのね、権力者なのかなと思ってしまいます。でまさにね、自民党というのに二の字をね、真ん中の一文字を別の文字に切り替えるようなね、そんなことすらやってくる人がいるんですよ。自民党はね、本当に自由民主党であってほしいなと思います。間違ってもね、自分で自分のことを害するようなことを国民にもたらすような、そんな政党であってはならないかなと思うんですけどね。恨み節はいろいろと皆さんからも受け取ってるんですけども、今日もね、私の作った動画に対してコメントをいろいろいただきましたので、皆さんのお気持ちを共有してね、少しでも何かこう、慰めになるのかどうなのか分かりませんけども、肩寄せ合っていくという意味を込めてですね、朗読させていただきます。それでは画面の方を変えていきますね。今回もかなりのたくさんのね、いただきましたよね。まずはね、堀井さんです。菅総理大臣は、就任会見の時こう言いました。次女、公女、云々と言っていた記憶がありますが、公女の方が先に来なければ次女ができません。今の財務大臣、前総理大臣は親の七光だから、国民が苦しんでいても理解できないのでしょう。菅総理大臣はもう少し理解していただけると思ったのに残念です。国民は国家の宝だということを理解していただける人が総理大臣であってほしいです。まさにその通りですね。言うことないですね。本当に、悔しいですね。三木夫さん、久保さん、令和入って太郎に喋り方を教えてあげて、あの関西弁聞きづらい。いやー、私もね、あんまり上手じゃないんで、皆さんにご迷惑かけております。いろいろとね、言いそびれたりとか、口が絡まったりとかしてまして、聞き取りにくいんではないかなと思います。でも関西弁ね、兵庫弁ですか、私も勉強していきます。はい、ありがとうございます。未来さん、いつもコメント長くてすいません。読んでみてもらってありがとうございます。私がね、こうやって読んでみて、それから動画に起こすことによって、なんかね、こう励みになる方がいるみたいですね。だからそういう意味を込めて、これからもね、こうやって読まさせていただきます。ルローさん、人の命は何だと思っていると。国民の命を一番に考えて早急に動く、これが日本の代表の仕事。その他に何がある。もうその通りなんですよ。自殺率が上がったっていうのは、どんなことがあってもですね、これは権力者の恥ですよね。草加さん、各地で、民間で支援団体作って自殺者助けませんか。はい、これはね、本当に思うんですけども、なんとか草加さん、温度を取っていただけませんか。はい、次もう一個コメント来てますね。もう先がない、終わりが見えません。久保さん、太郎ちゃんと手をつないでください。若い人が自殺なんてとんでもない。どうしたらいいのか助けてあげたくても、会社が不景気に入り何もできない。辛いです。決して死んじゃいけねえ。畑の野菜盗んででも生きろ。本当に草加さんのお気持ち分かります。令和新選組ね、ちょっとアプローチしてみます。節子さん、本当に久保さんの言う通り、若い女性の自殺が多いと思いますが、メディアがもう少し取り上げてくれたらいいのに。辛いですね。はい、メディアもね、やっぱりスポンサーのためにやってるところもありますんで、自殺報道ってどこもね、広告つかない、そんな背景があるんじゃないかなと思うんですよね。ちょうど復活してますね。どちらにしても、若い女性がね、自ら命を絶つなんていう世の中が平和であるとはとても言えないです。これだったらね、敵を倒してでも生き残るみたいなね、戦時下の方が、太平洋戦争の時の方がまだマシだった、そんなことはないか。どっちも悲惨ですね。まさかりさん、政務政官官僚が政府官僚が国民に対して、陸獄城による大暴動化を防ぐ手立てはあるでしょうと。保障安全して、過剰と言えるような、徴税を絶対にしないだけで、国民を敵に回したらとんでもない経済的なダメージをもらうと、シナリオ回避できるかも。言われることをもっともですよね。これからもいろいろとね、コメントいただきたいと思います。諦めるぐらいなら最初に恨みを込めたメールを官邸に送る。そうですね。なんかね、そういう方もいたみたいですよ。お亡くなりになる前に遺書めいたものを官邸に送ってね、送りつけて死んでやろうかみたいなね、ことを考えた人もいたみたいです。でもそういう当てつけめいたことは何にもならないんで、生き延びてほしいと思います。精神的に追い詰める意味で、腸に強力に作用する下剤入りの酒
ああ、なるほどね。はい。ユニークですね。はい。鈴木さん、この政権の無様さ、無様さ、死にたくなるわということでね。本当ね、生きる気力がなくなっちゃいますよね。マチコさん、どうも。私は病気がなかったが、YouTube 様、ご隠居様に出会ったことが、すごいパワーいただいてます。いや、いつも恐縮です。これ、スモールラビットさん。給付金うんぬんもですけども、医療も命の選別されそうな感じです。65歳以上でも症状が軽ければ入院はできなくなりました。命は違っても別の選別。もし自分の家族が入院しなければならない状況でも、他のコロナ患者さんを入れるために自宅待機になったらと思うと怖いです。どこかでね、誰を生かして誰を見殺しにするかという選択は行われると思いますね。救える命は有限であり、それはね、私たちが普段医療機関というものを大切にしてなかったという部分もね、この際ちょっと思い浮かべねばならないのかなと思いますね。まあちょっとこの辺はね、どういうことなのかね、まあ、医療費がだいぶ削られてきましたからね、どうなんですかね。ダイキンさん、日本でデモをやる気ある人は少ないし、少数でやる意味ない。アメリカみたいに大々的にやるから意味があると思う。私は生活保護、コロナ特例の生活保護みたいな制度があっても良いと思う。これからさらに増える困窮から絶望なり自殺者が、生活保護を従来の基準でやると現状生活保護増えている。水際作戦もある。例えば1年とかコロナつくまでのコロナ特例の生活保障を申請できるなら、上限を大幅に緩和すれば、何回も言うけど現状こうなったのは国が支援をほったらかしたから、殺したとは言わないけど救える命を救わなかった。これね、本当その通りなんですけども、何でしょうね、生活保護を値上げしようみたいな運動もちょっと私ね聞いたことがないんで、私はねちょっとこれをね YouTube から始めていこうと思いますんで、よろしかったら協力してください。で、あと一つ、権力者から見るとこういう状況で自殺に走る人にはどうぞ死んでくださいっていうふうな、ね、そんな恐ろしいことを考えてる人もいるみたいなんですよ。で、この危機を乗り越えられる人と新しい世界を見ていきたいみたいなね、なんか理想郷ってそうやって作るものかなと思っちゃいますよね。恐ろしいですね。西村さん、菅国民がどんなに苦しんでいるか分かるか、今でも死にたい、明日どうやって生きたらいいか、みんなに一律給付金出してください、国民はもう心の底から訴えている、みんな殺す気か、このね訴えをぜひね、伝えるべきところに伝えていきましょう。もう足立さん YouTube リンクですか、すいません、ちょっとコメント読みなんで後で見させてもらいますね。太郎さんが必要だった。次、国を滅ぼすだけでなく弱者国民を滅ぼす政府は国民の力で滅ぼしましょう。やっぱりね、新しい信頼できる政権を権力の座につけるか、もし信頼できる政権がいなかったら我々で政権を作っていきましょうね、動くしかないですからね。イエモンさん、まさしく万死に値するですね。これはね本当にそうなんですよ。なんかね、一人の国民の権利生命を守ってこそ、国家だと思うんですけどね。もちろん私もできることがあったらやろうと思いますけどね。大隅さん、政府は一人の命の重さをまるで分かっていないというか無視してますよね。僕の寿命が尽きるときにまだこんな悩んだ世の中だったら、まあ、密連してやると。道連れね、もう過激なことでございます。何ともコメントしそうできないですね。難しいです。すみません。久保さん、おはようございます。びっくりするようなことって何ですか。まあ今は言えないということなんで期待して待ってます。はい。期待して待っておいてください。今の自殺者は自民党政府が殺したようなものですと。まあそうとも言えますね。制度設計の本当に脆弱さがあれじゃないですか。死ななくてもいい命を死に追いやって、それからね、生まれてくるべきはずだった命ってものが生まれなかったっていう少子高齢化の少子の方にも責任があると思います。マチコさんもありがとうございます。政治家に一番良い年齢だと。あ、私ですか。はい、しっかりと読まさせていただきます。マチコさん、ありがとうございます。政治家の方は忘れましたか。2015年7月1日の映像を残してます。新幹線内ガソリンで一人の女性が巻き込まれて、あってはならない焼身自殺、これですね。衝撃的だったですね。政治家失格、文集も手元にありますと。はい、これまたね、私も読み返してみようかと思います。ゆかりさん、久保さん、おはようございます。私も久保さんに国政に立ってほしいです。ありがとうございます。毎日コツコツやってますが心が折れそうな気持ちになります。初孫にさえ会いに行けない、めちゃくちゃな世の中ですよね。これはそうですよね。私が国政に立って良くなるかどうか分かりませんけども、少なくともゆかりさんのお気持ちを反映させることができると思います。その際はね、ゆかりさんの一票、そしてご家族の一票いただけると幸いです。奈良さん、おはようございます。一人親世帯給付金が出るようになったので一歩前進です。いや、こういう気持ち素晴らしいと思います。このまま国民が一致団結して頑張っていきましょう。僕も生活がしんどいです。
早く特別定額給付金が30万ほど欲しいです。自分のできることをしていきたいです。本当ね、あのやっぱりね、奈良さんもね、いろいろとね、人生の夢とか目標とかあったと思うんですよ。これがね、国家の政策のミスによって潰されることだってはならないと思いますよ、ね、呼びかけていきましょう。はい、まちこさんいっぱいありがとうございます。早く山本太郎さんと一緒に活躍してください。今は異常です。全員が行き渡り、お金が命を救う。簡単だろう。麻生太郎君は、国民があなたの下でもない、あなたの上でもないです。早く寄付金、日本腐ってます。毎月10万出し続けないと、若い人もこの日本が沈む。はい。まあ、山本太郎さんがね、相手にしてくれるかどうかっていうところがありますんでね。皆さんも援護射撃をお願いします。風神様。安倍政権の時に生活保護を3年かけて減額されてきました。そう、下がってるんですよね、なぜか。解散総選挙は来年の秋だと思いますね。次、秘書さん。久保さんの偏見のない考えに心あられます。お、令和新選組から出馬すると聞いてほっとしました。涙ありがとうございます。いや、出馬させてくれるかどうか分かんないですからね。すみません、私の希望をね、ちょっと申し上げただけなんで、すみません、勇み足になりました。ただそうなると本当に秘書さんのお気持ちも反映できるんじゃないかなと思います。応援お願いします。小金虫さん、だから憲法改正とスパイ防止法、定額給付金10万円訴えましょう。私も同感です。これから国民が発言する時代に突入した。政権任す時代は終わったのです。我々が政治家に訴えるのです。頑張りましょう。そうですね、その通りでございます。小金虫さん、これからもコメントお願いします。ちゃん22さんですね。もう自民党政権終わった、早く終わらせないといけないですね。で、自民党の中にも心ある方がいますので、そういう方を私たちに見つけて、そういう方が、総裁になっていただくとかね、政権の中枢になるように呼びかけていければなと思うんですよね。はい、今回も皆さんのコメントを一通り読ませていただきまして、今回はですね、私が山本太郎さんの令和新選組で活躍することをね、願っていらっしゃる方がいるということで、非常に恐縮なんですけどもね、令和新選組の山本太郎さんと同列にこう評価してくださる気持ち、私はありがたく受け取っておきます。ただまあね、令和新選組さんとか山本太郎さんにはやっぱり求める人材っていうのがあると思いますので、で、人と着物には柄ってものもありますんでね、どこまで私がそこに食い込めるか、これからの挑戦でございます。皆さんからの応援もよろしくお願いします。